皆さん、こんにちは。舞です。今回は、カジオミさんとの対戦の様子をお送りします。陣形は同じ中央一列ですが、前回の現状強いクラスランキングの上位すべてが入っていて、しかもジェネシスとヒカルコラボキャラです。すごい資金力の差ですが、シーズン1も最終日を迎えたラストスパートです。スピードを確認すると負けています。つまりこのターンにグラップラーを倒さなければ、ギャラクシーを食らってしまいます。あと30が削れませんでした。録画を見直してみると、エナジーが1残っていて、プレデター1でも倒せていたようです。ですがもう後の祭りで、相手は SP100 が溜まっています。この失敗を次に生かしたいと思います。ギャラクシーが来ます。このターンのグラップラーだけで984ダメージを受けてしまいました。グラップラーを倒してもまだブレイカーが残っているので、いつものように無限は召喚できませんでした。このように先に倒さないといけないクラスが複数ある編成だと、勝率が格段に下がります。サイキックが残り5で生き残ったので、もしかしたら勝てるかもしれません。いつもならクロスブリザードで300ダメージ以上出るのですが、なんと倒しきれずに回復されてしまいました。一気にピンチに陥ります。この時はダメージ軽減で侍を倒せなかったのかと思いましたが、私の装備は3体揃っていないと与えるダメージ 15% が発動しないので、ガーディアンが倒されているのを考慮すべきでした。敗北しましたが、とてもいい勉強になりました。カジオミさん、対戦ありがとうございました。このプロジェクトジェノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。また、コナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。LINE オープンチャットもあり、匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名を突破しましたが、2000人と世界一を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。